古い市街地を取り壊して造成された、社会主義の少量通りチャウシマとは、チャウシェスク広島の合成で作られた言葉で、モトルーマニア社会主義共和国指導者のニコラエ、チャウシェスクが行った政策を、原子爆弾が投下された広島になぞらえて皮肉った、土語表現である。このカバン語は、チャウシェスクの在職した最後の数年間に解体を、 命じられたブカレストの巨大な市街地を指すものとして1980年代に作られた。ブカレスト中心部の旧市街は巨大なチェントルルチビク地区や国民の館など統一的な住居ブロックや政府の建物を建てる用地として取り壊された。また、この単語はトランシルバニアのコップシャミカで発生した激しい汚染などブカレストの取り壊しとは関係のない チャウシェスクの他の政策に対しても用いられることがある。ブカレスト再開発のきっかけとなった1977年のブランチャン地震で破壊された NA 協会ティタン地区の住宅団地ブカレストにおける国民の館の市チャウシェスクはブカレストの歴史的な中心市街地を広範囲に渡って取り壊し巨大なビルや高密度の統一的な団地に置き換えるには 体系化政策が必要だと考えた。これは多面的に発展した社会主義の社会を啓発するというイデオロギーに基づいており、新旧の戦いの礼人主義を体現するものであった。1974年から約6年間にわたって推し進められたこの政策は取り壊し、移住、再建という国家規模のキャンペーンを代表するものであった。歴史家のディヌシー・ジュレスクは、 次のように書いている。共産主義政権によって実施された都市の体系化では、29の古い町が85から90%も破壊され、ブカレストのような37の都市でも大規模な取り壊しが行われた。体系化政策の最大のターゲットは、ブカレストであった。ブカレストで体系化政策が行われるきっかけとなった出来事は、1977年に発生した。 ブランチャ自身である。1940年11月10日の別の大地震も経験していた第二次世界大戦以前の建物はこの地震によって多くが崩壊したが共産主義時代に建てられたものは無事であった。この事実は戦前の政権に比べて共産主義政権が優位である証拠として解釈され以降の都市開発に関する方針を変えることにつながった。 それまで政府の事業はフロレアスカ、オアトといったスラム街の一層、再開発やブクレシティのバルタールはベルチェニ、ジュルジュルイ、ドルムタベレーなど郊外における高密度住宅団地の建設に集中しており、市内は基本的に手つかずの状態であった。しかし、中心市街地をはじめとして地震の被害が深刻であったことから、ブカレストの歴史地区での事業に関しても、 思想、技術の両面で検討が行われるようになった。この新しい政策が始まると、すぐさま NA 協会や、ネオゴシック建築のカーサ・ジェルケズ、壮麗なバイアチェントララ公衆浴場など、歴史的な建造物の取り壊しが行われ、国会産期間の抑圧がなされた。中でも、積極的に取り組まれたのが、自身の権力を集中、象徴する、 ジェントルルチウィク地区の建設というチャウシェスクのビジョンを完遂させるものであった。ブカレストの中心部に新たな市民センターを建設するという決定は1978年になされたが、広範囲に及ぶ事業が実際に開始されるまでには6年の歳月がかかった。このまま、ブカレストの歴史地区における事業は進み、歴史のあるモシロル通りを 統一的なコンクリート作り住宅で再建するなどの開発が行われたが、これらは既存の都市構造を尊重するものであった。事業開始までに長期間を要したのは、専門家の大部分がこの計画に反対を表明したからである。計画実現のため、チャウシェスクは約400人もの都市計画専門家を集めた。1980年代の間、彼は少なくとも、 週に1回彼らの元を訪れ、大規模なブカレストの模型の前で報道されるところの、いわゆる有益な指示を送っていた。チャウシェスクは計画に反対していた権威ある建築家、美術史や知識人の意見を収めることに成功したが、これ以来計画の全体像は公表されなくなった。代わりに国民の館の建設など大きなプロジェクトが段階的に行われるようになった。 巨大な国民の館に人々の視線を向けるため社会主義の勝利大通りが建設された。この大規模な事業は近日成体制下の平壌やアドルフ・ヒトラー体制下の世界史とゲルマニアと比べられることが多い。ブカレストでの大規模な取り壊しは1983年に始まり1988年後半まで続いた。 特に最初の1年間の取り壊しのペースは凄まじく、開始翌年の1984年1月には、跡地で国民の館の建設に取り掛かることができるほどであった。事業が正式に終了した後も、チャウシェスクは現場の状況に対して頻繁に修正を加え、追加で取り壊しが行われることもあった。取り壊しが行われた場所はいくつかの地区にまたがっており、その中には、 建築や歴史の観点から特に重要なものもあった。計画や思考は試行錯誤が続いたため、取り壊しは恣意的に行われることもよくあった。しかし、西から東に行われたという点では一貫しており、例えば西部のウラヌス地区やその東隣のバカレシティ、地区では約92%が取り壊されたが、さらに東に位置するドデシティ、テオドルスペランティアといった地区では、 大通りに沿った部分が対象になったのみであった。1860年の旧セイスピリドン教会。現在存在するのは新しいセイスピリドン教会で古いものは取り壊されたウラヌス地区はブカレスト市内でも標高が高いという地理的特性を持っていたことから真っ先に取り壊しが行われることになった。ここには国民の館が建設され、 それ以前に存在したスピリーの丘と呼ばれる地域は徹底的に作り直された。また、ウラヌス地区にはミハイ・ボダの丘という小さい丘もあった。取り壊しの対象となった地域は、北は、ドゥンボビッツァ川、東は、ハズデウ通りやイズボル通り、南は、サビネロル通りやラホベイ通りまで広範囲に及ぶ。この領域は、南北の直線距離は1200メートルほど。 全体の面積はおよそ154ヘクタールもあった。これにはバテリーロール通りやロゴファトゥルネストル通りなど繁華街も含まれる。ウラヌス地区は独特の雰囲気で知られており、住宅地区であると同時に歴史的な建物が並ぶ地区でもあった。多くの壮麗な家屋や十九世紀後半から二十世紀初頭にかけて建てられた低密度の住宅団地が歴史的、 建築的に重要な建物と共存していた。1589年から1591年にかけて、ワラキアの君主、ミハイユー観光が設立し、要塞としても機能したミハイボーダ修道院は、1866年より国立の書庫となっていたが、取り壊された。また、国民の館を建てるためミハイボーダの丘全体は、一掃され、 ミハイボダ教会は新しい場所に移転して、跡地にはコンクリートの団地が立ち並んでいる。事業により撤去されたウラヌス地区の建造物は、他にも中央軍事博物館、キューブ機構、アールデコ町の共和国スタジアム、陸軍劇場、カオサデメトリアーデ、オペラ劇場、体育高等教育機関、選手用病院、ラホバリー噴水、イズボルの野外浴場などがある。 さらに、1568年に、ドアムナカプレアより送られたアルバ・ポスタバリ教会、医師のスピリドン・クリストフィが1765年に、設立したスピレア・ベーチェ教会、ギルドが1794年に設立したイズボラル、タマデュリー教会、1668年作りの旧、聖スピリドン教会も撤去された。教会の解体は、 ルーマニア正教会指導者の承認のもとで行われた。例えば、1989年に日本司教は西側の報道記者の質問に対して破壊された教会は歴史的重要性が低く他の教会との距離も近すぎたと主張した。教会を移転させ、もともと持っていた建築学的文化的な文脈から切り離して狭い地域に集めることは チャウシマのもう一つの目的でもあった。セイリー・ラホバ教会、修道助教会、コンスタンティン・ブルンコベアヌの娘によって1751年に設立されたドムニタ・バラサ教会、18世紀の聖イヨアのオ教会、アンティム修道院などが移転の対象となった。都市の再建によって、地区全体は大通りによって周囲から切り離されることになった。ドゥンボビサの南にある、 イズボルバ市と統一大通りに挟まれたアンティム修道院までの地域はコンクリート製の統一的な団地によって大きな三角形状に囲われている。統一広場巨大な社会主義の少量大通りを建設するため、ウラヌス地区に隣接する地域も追加で取り壊しの対象となった。また、統一広場は2倍の大きさに拡張された。この事業に伴い、 ユスターブエッフェルが設計したアールヌーボー調の鉄製の構造物である統一ホールやブルンコベアヌ病院が取り壊された。ブルンコベアヌ病院は事前科のサフタ・ブルンコベアヌが設立したブルンコベアヌ財団が運営していたもので建築学的な価値があったほかルーマニアで最も古く最も大きく設備の整った病院として知られていた。 バカレシティ通りとウルテニ通りを結ぶハイドクルブジュル通り統一広場の東に位置するバカレシティ地区はブカレスト旧市街の一地区である。取り壊された地域は北端をカララシ通り、西端を指南端をドゥンボビッツア川、東端をミルチャボダ、バカレシティ通りとする区域で文化的、歴史的な通りに沿って、 18世紀から19世紀に建てられた大型の建物や20世紀初頭の比較的新しいビルが入り混じる場所であった。この区域全体の面積はおよそ66ヘクタールに及ぶ。バカレシティ地区では、セイビネリヘラスカ協会、オルテニ協会、旧警察庁舎、小児科病院、南野ビチ科学捜査機関、アレクサンドリオアンクザ大学、第4地区裁判所、 旧区役所といった著名な建築物のほか、19世紀中頃から建てられたトゥーユー型の商業ビルに入った数多くの宿や店舗、特徴的な建物も多く取り壊された。ウラヌス地区と違い、移転などで取り壊しを免れた建物は非常に少なかった。数少ない移転した建物としては、マムラリ通りにある二つのシナゴーグ、イユウリューバラスク通りにある、 ウドリカに教会や国立ユダヤ劇場がある。トゥデシティ地区はバカレシティ地区の東側に位置する。1980年代より以前、この地区の境界は、北端がマテーバサラブ通りとラビリント通り、東端がポパナン通りとテオドールスペランタ通り、南端がモルジボイエボド通りとパパゾグル通り、西端がオロテニ通りとミルチャボダ通りであった。また、地区内には、 スデシティ通りとアブラム・ゴルトファーデン通りの幹線道路が走っていた。地区の中央部は社会主義の勝利用通りを建設するために完全に取り壊されたが、その北部や南部に関してはそれほど大きな取り壊しが行われることはなかった。この地区の建物は19世紀の後半から20世紀の初めにかけて建てられたものが多く、古い並木道に沿って立ち並んでいた。 地区の北部には新古典主義の装飾が施された中間層の住宅が多く見られるのに対し南部は海中3階級が多くより質素な住宅がほとんどを占めている。またトゥデシティ地区とバカレシティ地区は歴史的にユダヤ人が多く住む地区として知られた。この地区での取り壊しはおよそ110ヘクタールに及んだ。テオドールスペランティア地区は 戦艦期に建設された住宅が多く、中間層と低層の住居が混在している。トゥデシティ地区と同様、取り壊されたのは一部にとどまった。この地区で取り壊された面積は約50ヘクタールである。社会主義の勝利大通りとその奥で建設が進む、国民の館茶宇島の一連の事業によって、完全に取り壊された地域の面積は約380ヘクタールに及んだ。 実際には部分的に取り壊されたシュティルベイボダ通りなどで建物が孤立したり追加で取り壊されたりする事例もあり影響はさらに大きかった。またバカレシティアッパンテリモンにはそれぞれ1722年と1750年から続く巨大な修道院軍が存在し取り壊しによってこれらも失われることとなった。他に 取り壊しにあったルーマニア正教会は27、シナゴーグやユダヤ人は6、プロテスタント教会は3つである。事業が行われた地区は全体で長さ約5キロメートル幅1キロメートルにもなる。これは戦争などを除く平時において人間の手によって破壊された市街地としては記録上最大である。第二次世界大戦ではブカレストで空襲があり、 1977年には大地震を経験したが、これらによって破壊された地域を合わせても、1980年代の再建計画で取り壊された市街地の18%ほどに過ぎない。また、茶ウ島に関係するとされる500ヘクタールのうち、半分の250ヘクタールは歴史的に価値のある地区であり、これはブカレスト歴史地区の20から25%に、 相当する。ありがとうございます。